頭皮の洗浄だけでは足りない。タウリン2倍配合クリア誕生。頭皮の奥3層まで浸透、強く美しい髪へ、クリアフォーメン。大蔵大臣、大蔵大臣、経営戦略をサポートする大蔵大臣。DMM 半額ガールズも絶対売れますから、ギャラもね半額でいいですから。 DMM はただいま半額キャンペーン中。 DMM.com。 私たち本当に売れるんですか？大丈夫よ、半額だから。先月パリで開かれたあるフェスティバル、若者を熱狂させているのはそう、日本のアニメ。Communauté derrière tout ça, une communauté de cosplayers, et c'est vraiment, on s'échange toutes nos idées. これぞクールジャパン。海外での市場規模は2000億円以上。ところ変わって東京三鷹。首にタオルを巻いて自転車を漕ぐこの男性。西尾哲也さん、47歳。実は知る人ぞ知るカリスマなんだそうですが、その表情がガラリと一変。紙の上で軽快に走る鉛筆、浮かび上がってきたのは美少女の姿。西尾さんの職業はアニメーター。細かに描き分けた絵を連続させてみると登場人物が動き出します。アニメーターの手はいわばキャラクターに魂を吹き込む神の手。その技術力、表現力は圧倒的、カリスマと歌われる西尾さん。例えばこの作品、激しい銃撃戦のシーン、西尾さんは飛び散る薬莢の一つ一つまでを描き込み、リアリティを追求。ハリウッドにも影響を与える奇才アニメ監督、押井守さんも西尾さんを絶賛する一人。まず間違いなく特 A クラスに入る一人なんですよ。ちょっとした表情の変化を印象的に見せるとか、いわゆる優れたアニメーターの条件、ごとくとく全部備えてる。そう、アクションだけではありません。この作品では惹かれ合う二人の心を風に揺れる髪とわずかな表情の変化で繊細に表現。そんな西尾さんがこの夏挑んだのは大ヒットアニメ映画の最新作。総作画監督として60人以上ものアニメーターを束ね、全ての絵に責任を負います。ギリギリまでもがき描き続けた舞台裏に密着。そこに見えてきたのはアニメにかける男の美学。もうひとひねりなんかできねえか、残り時間と照らし合わせて、動き出したら昼も夜もない過酷な現場。想像の苦しみ。日本が世界に誇るアニメ、それを鉛筆一本で支える男の熱い夏を追いました。NEC プレゼンツクロスロード。今年4月、三鷹にある西尾さんの仕事場を訪ねました。150名のアニメーターを抱えるアニメ制作会社、テレビ、映画、
数々の作品を手掛ける業界でも大手の一つです。本日の主役が出勤。この会社へは10年前に腕を買われ執行役員として迎えられました。会社に到着した西尾さん、靴を脱ぐとそのまま社内へ。なんで裸足なんですか？靴下が嫌いなもので。スリッパも履かず素足で移動。通勤着は夏なら T シャツに短パン。肩書きは執行役員ですが、この世界に入って26年、服装はずっと変わらずこんな感じ。西尾さんのデスク周りは政治にも整理されてるとは言えない状態。何がどこでやるか分かんない。どうやら資料が見つからないよう。しまい。ない資料が。結構資料探されるんですか？こんなありさまなんで出てこないです。西尾さんを待ち構えていたスタッフがやってきました。あの予告していたやつじゃないやつらしいんですけど、5月は西尾さんがいなくなっているのは終わらない。始めたのはブルーレイのパッケージ用イラスト。続いてはクライアントとの打ち合わせ。よく聞いてみるとなかなかユニークな内容。この画面の平和物語、太宰治の座がこちらの中で。これは学習参考書用のイラスト。西尾さんの描く歴史上の人物がアニメのキャラクターのように躍動感があり理解しやすいと好評のシリーズ。スケジュール年末ぐらいからやっぱり小松アップみたいな感じでお願いできると大丈夫でしょう。日本屈指のアニメーター西尾さんの元へはアニメ以外にもこうして日々さまざまな仕事が舞い込んできます。アニメーションなんて結構浮ついた感じに取られるけど、やっぱり労働、肉体労働ですよね。作画、アニメーション作画っていうのは何が楽しいでしょうね。それは自分でもね不思議に思うんですけどね。なんでしょうね。そんな多忙な生活がこの夏に向けますます追い打ちをかけられることに。西尾さんは大きな仕事に取り組んでいました。今日は何のお仕事か。ナルトです。全世界で2億部を売り上げる漫画ナルト、テレビアニメ、さらには映画版も大ヒット。4代目火影を超える忍びはお前しかいないって。クートン螺旋手裏剣。主人公の忍者ナルトが一人前の忍びとして成長していく物語、ナルト。テレビアニメはなんと80カ国以上で放映。重新開启执行任务的行动，去把佐助给救回来。そんなナルトの新作映画で西尾さんはキャラクターに動きをつけ命を吹き込む総作画監督を務めます。
原作漫画の登場人物たちを動かすためにアニメーションの仕事は様々な設定をするキャラクターデザインから始まります。顔の目鼻のバランスがこういう感じでこういう表情をするとか、目を閉じた時はこういう感じで描いてくださいとか、大勢のアニメーターが描くためにはここをこうしてくださいっていうサンプル品ですね、食品サンプルみたいなもんです。こういうのを作りましょうみたいな、みんなで。例えば後ろから見た髪型はこう、履いている靴はこうなど、大勢のアニメーターが描くため細かい部分まで西尾さんが決めていきます。こうして完成したキャラクターの設定表。それにしても靴底の模様はこれ、襟は固めの素材で、インナーは重ね着などなど、実に細かい。うるせえなこれって言われる批判もあえてあるでしょうけど、なんだよ6点8等身って、6等身じゃダメなのかみたいな。ダメなんですか。ダメなんです。6等身と 6.8 等身ではえらい違います。実は西尾さんにこの仕事のオファーをしたのは原作者であり、今回の映画で制作総指揮を務める岸本正史さんでした。例えばそのナルトのジッパーが、僕はこの下まできちんと書いてなかった、適当だったりするの、これじゃこの服は着れないからどういう風に着るんだっていうところまで考えて西尾さんはデザインされたりするので、僕はあの漫画家ですけど絵の師匠として西尾さんをリスペクトしているので、はい。5月、何やら大荷物を運ぶ西尾さん。主なキャラクターの設定を終え、今度はそれに動きをつける作業に専念するため、プロジェクトルームに引っ越してきたのです。この畳半分ほどに小さく仕切られたスペースで、いよいよ戦いが始まります。西尾さんの引っ越しを待っていたかのように、早速キャラクターの演技や感情表現などを確認する演出会議が開かれます。西尾さん率いるアニメーターたちは監督の演出プランに沿ってキャラクターに動きをつけ芝居をさせていくのです。しかしそのスケジュールはすでにずれ込んでいました。アニメーション映画の制作は監督と総作画監督の二人三脚。今回の西尾さんの相棒山下監督は15歳年下です。気使うよね。でも逆にそろそろ我々の年代ね、邪魔臭くなってくる年代なんでね。若いのからしてみりゃ、まあでも新しい監督でやるのは新鮮な気持ちで、それが年上だろうが年下だろうが、それが楽しくて、それが面白くてやってる仕事でもありますからね。劇場公開日には何としても間に合わせなくては。シナリオを実際にどんなシーンで表現するのか、その流れを表す絵コンテを監督が急ピッチで仕上げていきます。その絵コンテをもとにアニメーターたちは動画となる絵を一枚一枚手書き、総数は実に6万枚以上にも上ります。そうして描かれた絵の全てをチェックし、完成度を高めるのが総作画監督の西尾さんです。この日西尾さんはあるシーンを何度も何度も見直していました。
それは主人公の心の変化が現れる笑顔のシーン。絵の出来に問題はないのですが、もうひとひねりなんかできねえか、残り時間と照らし合わせてなんかこうひねり出す。西尾さんの鉛筆が走り始めました。左が元の絵、右が西尾さんが手を加えた絵。比べてみるとわずかの違いですが、主人公が肩を上げ首をすくめるよう変化しています。こうすることで主人公の喜びがより大きく伝わると西尾さんは考えたのです。またあるシーンでは、机の上に置かれた鏡を見ながらひたむきに試行錯誤。かっこいい手っていう価値観があるんですよ、アニメーターには。手っていうのはなんか美学の塊。これまでのナルト作品でも見せ場となっていたのが手から生まれる必殺技。数々の敵をこの必殺技で倒してきました。今回の作品でも重要なシーンでの手の表現を模索。このこだわりこそが西尾さんが一流たるゆえんです。1968年愛知県に生まれた西尾さん、少年時代からアニメに夢中。録画したビデオをテープが擦り切れるほど見ていたそうです。アニメの専門学校を卒業し上京、憧れのアニメーターとなって以来この道一筋。映画制作に追われる毎日。しかしこの日、西尾さんは珍しく家と仕事場以外の場所へ。待っていたのは同年代のアニメーターたち、共にこの道を走ってきた仲間です。頼んでたのが良かったんですか。はい、あ、じゃあ、はい、お疲れ様です。何ヶ月ぶりだろう。3人は駆け出し時代からの付き合い。自然と口に出るのは下積み時代の話。もうトイレ共同だったし、あの和式だったし、風呂ないから。だってあのバブルの時代に南京錠ですからね。それはさすがに大家さんが見かねて鍵を変えてくれました。壁はやっぱり20代の頃のがありましたね。あの何者でもなかった自分っていうのがあったと思うんですよ。例えば先輩と の雑談とかでも、好きな映画をなんだって話した時に、僕これが好きなんですよって言った時に、お前が好きなものなんかダメだよみたいなね、そういう世界でしたよ。何やっても否定される。西尾さんでもそんなことあったんだ。ありましたよ。でもまあへこたれずやれたのはアニメーションが好きだからっていうこともあったし、俺だったら絶対このハードル乗り越えたら絶対上に行ったぜみたいな野心があったと思うんです。野心を忘れず突き進んで26年、アニメ制作会社が多く集まるここ三鷹が西尾さんのホームグラウンド。結局ずっと俺の自分のキャリアの中でずっと三鷹に通ってる感じはありますよね。でもあんま何も知らないですよ俺、何が店があるとかこの道がどこに繋がってるとか全然知らないですよ。スタジオしか知らない。武蔵野の緑豊かな散歩道でも、ここを歩くのも作業で固まった体をほぐしたい時ぐらいだといいます。公開まで2ヶ月、映画の制作は佳境を迎えていました。西尾さんのチェックが済んだ絵のラフな線をくっきりとした線にする作業。キャラクターを滑らかに動かすために
少しずつ違う絵を描く作業が続く中、それと並行して仕上がった絵はスキャナーでどんどんパソコンに取り込んでいきます。もう気持ち赤くするとどうなりますか？道具はここで鉛筆からパソコンにバトンタッチ、色付けもパソコンで行います。色にももちろんキャラクターごとに細かい設定があり、それに応じて色付けした絵を合成するとようやく一つの場面が出来上がる。この膨大な作業が繰り返されます。シナリオの作成から完成まで8ヶ月という今回の制作スケジュール、決して時間に余裕があるとは言えません。携わるスタッフおよそ500人がフル稼働で仕上げに当たっていました。完成予定日まであと10日。これまで分担作業で作られていたシーンを初めて一つにつなげて見てみることに。最前列で見つめる西尾さん、その目が鋭く光りました。この角を消してください。この番組はオーケストレーティング・ア・ブライター・ワールド NEC の提供でお送りします。地球の未来を明るく照らすために NEC のスマートエネルギーソリューション、世界で認められた蓄電システムと ICT で再生可能エネルギーを貯めて賢く使う、そんな社会を実現していきます。 Orchestrating a Brighter World NEC。人が生きる、豊かに生きるために世界中のあらゆる声に耳を傾ける。私たち NEC は独自の IT とネットワーク技術で世界中の人々と共に希望に満ちた未来を奏でていきます。 Orchestrating a Brighter World NECキャラクターの声や音楽も入り、ようやく完成に近づいた作品をスタッフ全員でチェック。どんな映画になっているのか、その出来栄えは。誰もが固唾を飲んでモニターを見つめます。その時、この角を消してください。内側、ジャンパーの内側の塗り分けがあるけど、あんなだったっけ？なるほど、そうです。直しましょう。わざとらしい感じになってもいいですか？かもしれないですね。はいはい、じゃあ、俺のとこをください。俺のとこに持ってきてください。驚くほどの細やかさ、そして最後まで自分が見届けるという姿勢。そこをお客さんが分かるか分からないかっていうのは、まあ申し訳ないけど二の次であって、多分どこ直したか分かんないかもしれないですけど、専門家でもない限り。でもまあ、なんか自分の気持ちに嘘をつきたくないというか、まだまだ直す時間があるならっていう、ちょっとでも綺麗にしてお客さんに渡したいなと。修正作業は深夜に及びました。場面によっては一番最初の作業からやり直し。残された時間はもうわずか。西尾さん自らも鉛筆を取り、
直し作業に加わりました。夜が更けてみんな眠る頃、 NEC の蓄電池の中では夜の安い電気をたっぷり貯めています。そして昼間に使えば月々の電気代がお得、もしもの停電も安心。さらにインターネット経由で24時間見守っています。電気を貯めてお得で安心な毎日を。蓄電池は NEC。 NEC。カオパスで特別な気分を、時間いっぱい遊び尽くせて、パーク専用電子マネーで大好きなショッピングもスピーディーに。 NEC のテーマパークソリューション、最先端の ICT が最高の感動と笑顔を支えています。 NEC。 インテル入ってる。インテルアトムプロセッサー搭載。人間豆の成長を観察する授業、テイクオーク。水、あとは太陽、肥料を与えてみましたね。植物の成長に生き生きとした授業を支えていく。バーサプロタイプ VT、 ビジネスにも NEC。映画の完成披露試写会は大盛況。ここに集結です。この日を待ちわびていたナルトファンたちの熱い声援が舞台の上の声優や原作者に送られます。劇場シリーズ最新作ボルト・ナルト・ザ・ムービー。ナルトの息子ボルトが父の背中を追い成長していく物語。クソ親父が。いやー、もう泣きました。なんか自分小学生の時からずっとナルト見てたんで、そう思うともう感動しました。はい。では完成した作品を西尾さんはどう見たのでしょうか。全体的にはどうですか。よくできますね。面白いですよ。微笑みを浮かべる西尾さん。でも話しているうちに思わず本音が。なんであの時もうちょっと粘んなかったかなとかね。そんなことばっかりを、ね、回想してました。まだ本当はもっとやりたいです。もっとやりたいです。西尾さんちょっとじゃあ西尾哲也さん、あなたのアニメに宿す美学を応援します。仕事はどうでしたか。楽しかったです。次回は京都で活躍する人気シェフ米村正康。まあ料理屋のおっさんやけどね。単なる米村流と称される独特の世界観、その仕事に迫ります。最高。この番組はオーケストレーティングアブライターワールド NEC の提供でお送りしました。怪物清宮、ついに甲子園デビュー。ここはまだお前の死に場所ではないぞ。俺は生きてやる。君は世界を疑い続けて。スマホゲーム、ついに限界突破。メビウス、ファイナルファンタジー。お若いあなたも各忍者、臨時福祉給付金、電話かネットで、電話かネットで、確認じゃ、確認したら申請じゃ。ニトリでリフォーム。家具だけじゃなく家をトータルで考える、それがニトリのリフォーム。お値段以上ニトリ。 This may be our last mission. Make it count. Desperate times, desperate measures.ミッションインポッシブルローグネーション。天使の羽のランドセルは子どものための大切な機能がいっぱい入った。おお、私たちは機能で選びました。セイバー。
してねえよ。シャニープレイスキラバニプルームパーマ、カラーにパーマを合わせてもアミノイオン水の霧で潤い輝く。キラバニプルームパーマをワンランク上のサロンで。シャニープレイス。お気に入りを見つけて広がる子ども新生活。以上ニトリ。行けボルト。部長教えてやろうぜサスケ。ああ師匠を信じろボルト。やってる気がしねえ。ボルトナルトザムービー。